さあ、てっぺんラジオ最初のコーナーはこちらです。ムロカナを知りたーい。知らない。何も何も知らない。はい、このコーナーではまだまだ知らないメンバーの素顔を丸裸にしちゃいますよ。今週はムロカナことムロカナコちゃんを、私、アかリンが黒柳徹子さん周りに質問攻めします。<laughs> <ー>ってということで質問。はい。じゃあまずは一つ目は、カナコンの名前の由来はいや、これは、お姉ちゃんが、うん。うん なんか私かな子かアスカになったらしいんですけど、うん、お姉ちゃんその時2歳やったんですけどかな子がいいって言って決まったからなんか由来とかわかんないんですけどそれしか私は知らないんですけどお姉ちゃんが決めたらしいですへえそうなんや、うん、かな子でもあるやん NMB にもう一人かな子いるよ佳菜吉佳菜吉さん、うん、初めて NMB のメンバーで喋ったんが佳菜吉さんです、うん、あそうなん佳菜子一緒やな,いっ,ーなーって言われました偉 <laughs> <laughs> そうすぎて <laughs> でも NMB に何々子って少ないよなですよね、うん 少ない確かに何か結構みんな現代っ子の名前っていうかあうん,あ、うんんね、珍しい名前出たら誰やろうリリカとかあリリカちゃんうん、うん、確かにねあでもユーリとかも珍しいんじゃないユーリユーリは漢字がすごいんですよ、うん、夢にリって書くようなユメリユメリちゃんと思ってたわそっちでもかわいいですけど可、ねね、かわいいよな <laughs>